ゆうてん TV をご覧の皆さん、どうも。今夜は俺と二人でゲストを極めないか。ゆうてんでございますですね。まさに今このユーティニティが着ている T シャツには二つのゲスが書いてあるよねっていう話だからね。そんなゲスとゲスが重なり合う夜っていうのは間違いなくロマンチックの極みだよねっていう話だから、そんな夜をまだ見ぬ可愛い君たちといつか過ごせる日を楽しみにしながらこのユーティニティ TV を撮っていると言っても過言ではないよねっていう話だよね。そしてそんな日が来るまではこのユーティニティの動画を常にチェックして、そして実際に会うユーティニティはどんなやつなのかと、それをぜひ頭の中でゲスしてもらって少しでも前向きに生きてもらいたいよねっていう話だよね。で、まぁ、今回ね、このユーティニティ TV を通してね、まぁ、てめえたちにね、伝えたいのが、まさかのね、先日からレペゼン地球の解散の真相を暴露したり、新しくレペゼンフォックスを立ち上げるとして、世間の話題をかっさらってる DJ 社長及びキャンディーフォックスなんだけど、ここに来て DJ 社長を裏切ったとされる H の息子が、Twitter で自ら名乗り上げてしまったと。いうことでね、飛んで火にいる香ばしい輩をこの UTNT が調理しないわけにはいかないよねっていう話だからね。まあこの UTNT TV 撮ってるよねっていう話だよね。ちょうど一昨日の UTNT TV でも取り上げた通り、DJ 社長は自身が経営していて、レペゼン地球の所属事務所であったライフグループに関して、会社設立時に DJ 社長本人に6000万円もの借金があるっていうことで、資本金の100万円を出して、なおかつ株を預かっておくから、借金完済時に100万円プラスアルファで買い取ってくれと、そう口約束をしていた神戸で警備会社を経営している H っていう人が、その約束を守らずに4800万円もの退職金と、レペゼン地球の曲の原版権やカラオケの印税まで要求してきたり、さらには過半数の株を所有していることから、一方的に DJ 社長の代表取締役解任を宣告したり、その汚い大人っぷりが DJ 社長によって暴露されたよねっていう話なんだけど、それを受けて Twitter 上では、その DJ 社長に同乗した特定班によって、その H の顔写真だったり個人情報までもが特定されてしまったと。いうことで、もはや H 氏はこのことに関して早急に弁明が必要なんじゃないかっていうくらい追い詰められてる状態になっちゃってるよねっていう話なんだけど、ここに来てその H 氏を擁護するためなのか、もともとレペゼン地球と同じライフグループに所属していて歌い手としても活動していた H の息子である神宮寺シャイっていうやつが自ら名乗り出る事態になっちゃったんだよね。そして、その神宮寺シャイっていうやつは、ツイッターで、今回のレペゼン地球の動画について、僕の気持ちをお伝えします。長くなりますが、最後まで読んでほしいですと。そう投稿して、画像3枚にも及ぶ、無駄に長い文章を載っけちゃってるよねっていう話なんだけど、その内容としては、今回の騒動について、やらせではないことをお伝えしますと。動画内で社長銀太さんが発言した中で、僕は H から月200万の給料、アメックスのカード、車、時計、マンションの家賃などを H が会社の売り上げを横領し、お金を不正に受け取ったと言われていますが、そのことについて説明いたします。まず月200万の給料について、そのような月200万の給料は受け取っていなくて、月10万しか受け取っていないと。そして、アメックスのカードについても、あくまで事務所に所属しているアーティストとして、活動費を経費として、アメックスのカードで支払ってただけだと。そして、車や時計に関しても、H から買ってもらったものであって、会社の金を横領したわけではないと。最後に、マンションの家賃に関しても、H が神戸から東京に行って仕事をするための宿舎として、その家賃を経費として会社から払っていて、そこに以前自分も住んでいただけだと。そうやってもっともらしい弁明をしちゃってるよねっていう話なんだけど、てめえその全てに関して完全に矛盾点しかねえからっていう話だよね。っていうのも、まず給料に関してなんだけど、200万円はもらってなくて、10万円しかもらってないっていうんだったら、てめえの入金履歴も全部出してみろよっていう話だし、次にアメックスのカードと、マンションの家賃に関してなんだけど、これをあくまで会社の経費として使わせてもらってたっていうんだったら、同じライフグループ所属アーティストである、レペゼン地球のメンバーが、それぞれの家を提供してもらったり、同じアメックスのカードを使える状況にないと、そもそも不公平なんじゃねえのっていう話だし、車や時計に関しても、H の給料から買ってもらったっていう風に言っちゃってんだけど、それも結局は会社の金だし、その H の高すぎる役員報酬から買ってもらってたんだろうっていう話だよね。だし、これについてしっかりとした証拠もあるにもかかわらず、なぜあのような発言をされたかはわかりませんって言っちゃってんだけど、証拠があるんだったらなんでてめえそれを Twitter に貼んねえんだっていう話だよね。
そして本人は続けて、銀太さんが言う頑張ってる姿を見たことがないっていう発言に対しても、僕は頑張ってる姿を見てないだけじゃないんですかと。そして、なら YouTube なり SNS なり見てくれてましたかと。それにライブすらも一度見に来てくれなかったじゃないですかと。そんな突如としてメンヘラなことを言っちゃってるよねっていう話なんだけど、ライブを見に行かねえのはてめえ自身に魅力がねえからなんじゃねえのっていう話だし、銀太がツイッターで言ってる通り、本当に努力してるやつはてめえで努力してるなんて絶対に言わねえからっていう話だよね。そしてさらに、自分の父親である H に対する誹謗中傷だったりデマの拡散をやめてくれと、そう訴えかけちゃってるよねっていう話なんだけど、そもそもてめえがこんなわけのわかんねえ文章を出すことによって余計に誹謗中傷を加速するだけなんじゃねえのっていう話だし、てめえ自身で火に油を注いでるのがわかんねえのかっていう話だよね。そうだから、DJ 社長の発言を否定するならするで、まずはその証拠を提示しないことには、てめえの発言には何の説得力もないよねっていう話だし、それすらも理解してないからこそてめえはただのドラ息子で、ただのメンヘラだし、この騒動に乗じて売名しようとしてるクズ野郎なのがバレバレだからっていう話だよね。だし、その神宮寺シャイが乗ってた車に関しても、銀太によると炎上を恐れたのか、その内装を写した写真とか消されちゃってるよねっていう話なんだけど、それをスクショしたやつが再アップロードした画像を見る限り、まさかの BMX7 に乗っていると。この車に関しては、新車価格で1100万円から1600万円ほどする車なんだけど、その画像を消そうとした時点でてめえ完全に墓穴掘ってんじゃねえのっていう話だよね。だって、てめえに後ろめたさがないんだったら、当たり前に車の投稿の画像なんか消さないよねっていう話だし、このことだけでも、父親から相当な金や物を与えられてたっていうのは、誰が見ても一目瞭然だよねっていう話だよね。まあ、そんな感じでね。まあ、今回はね、元レペゼン地球の DJ 社長と、ライフグループの筆頭株主であった H 氏との金銭や経営をめぐるトラブルに関して、まさかの H の息子である神宮寺シャイが自ら名乗り上げてしまったと。いうことでね、まあ、このユーティン TV 撮ってるよねっていう話なんだけど、昨日の夜出したユーティン TV でも俺が言った通り、実際に DJ 社長側だけの主張を聞いて、一方的に H が悪いって決めつけるのは危険だし、H 側の主張や弁明も聞かないことには、どっちが悪い正しいの判断はできないんじゃないかと。そう思ってはいたんだけど、今回の神宮寺シャイの墓穴を掘りまくった発言を見て、これはほぼ間違いなく DJ 社長が正しいことを言ってることが実質的に証明されたも同然だよねっていう話だよね。だし、その神宮寺シャイの父親を擁護しようと、自らガソリンをかぶって丸焦げになる姿を見て、その父親である H も、どの程度の人間なのかっていうのは大体分かっちゃうよねっていう話だし、たとえ裁判では勝ち目がなかったとしても、一人間としてだったり、モラルとしては、どう考えても DJ 社長しか勝たんと。あくまでフラットな目線で、中立的な立場で見てたこの UTNT もそう言わざるを得ないよねっていう話だよね。まあ、そんな感じでね、いよいよこのドラ息子のせいで、完全に窮地に立たされた H 氏に関しても、今後本人の口から何か弁明が出るのかっていうことにも注目していきたいよねっていう話だし、DJ 社長及びレペゼンフォックスに関しても、バズの元社長が新しく立ち上げた、フィエンっていう会社とパートナーシップを締結したり、今後確実に香ばしい動きは期待できそうだよねっていう話だからね。その動きに関しても、この UTNT はゲストよりもファクトを大事にして追っていくよねっていう話だからね。また次回の UTNTV もぜひチェックしてもらえたらと思います。それではね、またネクスト UTNTV でお会いしましょう。See you!